梶ジマは、日本の政治家。香川県丸亀市長。元香川県議会議員。香川県丸亀市出身。下関市立名池小学校、高松市立小賀中学校、香川県立高松高等学校、神戸大学経済学部卒業。1975年4月、香川県庁に入庁。医務課、県立病院勤務のさながら自治労運動に参加。 1990年、香川県庁を退職。衆議院議員の加藤茂秋の公設秘書となる。1995年4月、香川県議会議員選挙に出馬するも落選。1996年、行政書士試験に合格し開業。1998年8月30日執行の香川県議会議員補欠選挙に出馬するも落選。 1999年4月、香川県議会議員選挙に3度目の挑戦で、初当選。以後、県議職は4期務める。2013年4月14日執行の丸亀市長選挙に出馬。元香川県議会議員で、元自由民主党県連副会長の山本直樹、元丸亀市議会議員の横田隼虎を接戦の末に、制して、初当選。四月十四日、 市長就任。2017年、元市議の高木新人を破り再選。2021年4月18日に行われた市長選挙に立候補し参戦を目指した。しかし、コロナ禍での経済対策として、全市民一人10万円給付を公約に掲げた前市議の松永教授に、僅差で敗れ、落選した。ありがとうございます。